はいそれではですね本日も四字熟語を紹介するシリーズの方を始めさせていただければと思いますちょっと時間がね時期が空いてしまったんですけどもねまたやっていきますのでま少し時間が空いたとしてもまあ長い目で見ていただければなと思いますまず今回はリ夢中ということでね毎度聞かれる言葉なんじゃないかなと思いますね そして、えー、小学館の大事線この3つの辞書から、まあ、いつも通りまり、あ、引いていこうかと思いますのでね「ゴリム中さっそく新明会四字熟語辞典」。 えー、元々の用水や手がかりがつかめず、えー、方針や見込みが立たず困ることまたそうした状態、えー、ゴリにも渡る深い霧の中にいるという意味から来ています事情、えー、などがはっきりしない中手探りで、えー、何かをする意味にも使われます、えー、ゴリムというですね、えー、ここで切ることができまして、えー、これはゴリ尻尾に立ち込める、えー、深い霧のことを指します 出店先が極寒所超会殿ということでこちらは個人整合ということになります、えー、同じような意味で使われている四字熟語として曖昧も子や暗中模索といったものがあります、えー、そして初回学研の四字熟語辞典、えー、こちらでは手がかりがつかめずどのような方針手段を、えー、取っていいのか、えー、迷うことの例えということに、えー、と書いてありますね、えー、小学科の第一線 えこちらはですね、えー、方向を失うこと、物事の判断がつかなくてどうしていいか迷うことということで書いてあります。えー、ということで、これは何でしょうかね、五輪夢中という言葉でね、まあ何でしょうかね、えー、まあ思いつくとするのであれば、まあひ、うんまあ、挫折という意味がね、えー、ちょっと入ってくるような感じだと思います。 まあまだ何もね、えー、何かこう決まったわけでもなく、えー、まあ物事をこうやろうとしようとするときにまあ試行錯誤しているんでしょうけどもまあなかなかその成功にこうたどり着かないまあなんとなくこうその次の方向にこう向かうことができないというそういうね、えー、まあ例えにこうなるのかなと思います。 えー、ゴリム中というね、えー、この四字熟語は、えーまあ、よく使われる四字熟語ではあるのかなとは思いますけど、ただ、あのー、このゴリム中という、この古事成語から来た言葉ということでね、まあ、その辺でね、えーまあ、難しくなってるのかもしれませんね。ということで、本日はご視聴ありがとうございました。